も正面に立っている。誰が蹴るか。左足、直接ゴールを狙った。追加点のゴール。スピードコントロール、申し分ないパーフェクトな、ね、フリーキックになりましたね。これが一発入れば変わりますよ。直接狙った、決まった。最高の位置でのフリーキックだったんですけど、この弾道もうまく力が抜けて、キーパー届かないコースですよね。選手は壁からやや離れたところ、それから相模もいますね。今シーズン J1 初ゴールを決めた相模、直接行ったか。これがあるんですよね。ずらしましたよね。中原選手に意識付けをさせといて、